生き延びてやるわ。うん。頼むよエルヴィン。巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待てハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソが、どうして世話焼かせない。平地では立体機動装置は活かせない。俺の敵じゃない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれないよ。ヘマするなよ。私も行きます。どうして化け物。ハンジ分隊長、危険すぎます。お願いですからやめてください。俺の敵じゃない。一体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな、お顔を探そう。全体になってくれる子はいるかな。負けも見ます。あいつまたどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。行け。まだだ。了解。連弾苦戦してやがる。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。まだ近くにいるはず。あれか。やれ。おとなしくしてろ。あの縁だ、ヘドラ。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。続け。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。まとめて相手に。巨人がうろついていて物資を回収できん。
援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。助かった、助かった。補給班、助かる、助かった。相手して見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦、勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請、無視はできねえ。了解です。まとめて相手して。邪魔だ。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにおるおか、あいつの頭に。それも詰まってんじゃねえだ。邪魔するならそいでやる。
兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。まとめて相手して。おとなしくしてろ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。やばい。おとなしくしてる。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。どうして化け物か。フォロー！殺したらダメだよ！捕獲して全体的に知らせられるんだ！え？そんなこと急に言われても困りますよ！あの人、正気じゃねえよ！マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。クソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。
この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼラングナーの戦果だ。